ハロウィングッズに隠された中国遼寧省の馬山家強制労働収容所からの助けを求める手紙がアメリカで発見されたことは、アメリカ社会に衝撃を与えています。馬山家強制労働収容所に1年4ヶ月間監禁され、迫害を受けた元臨床内科医ハン・キさんによると、強制労働は迫害の一部分に過ぎず、もっと恐ろしいのは信念を捨てさせるために精神病薬物を投与され、少なくともファルゴン学習者30数名が馬山家強制労働収容所で精神異常になったといいます。ミンフィーネットの不完全統計によると、2010年4月から少なくとも30数人のファルゴン学習者が迫害によって精神異常をきたしています。精神が崩壊して収容所で死亡するケースもあり、2006年に死亡したファルゴン学習者、ソウ・キクチさんがその一例です。他两个眼睛直直的、直直的看着我、然后没有任何表情、然后我就说、你怎么了？他也不看我，就像精神就像没有了灵魂，他不认识我了。然后我就掐了他一下，我说：“你快看看呢，你看看我是谁呀、啊？”その後しばらくしてハンさんも同じ目に遭います。到那个医院吧，然后他就说：“那个你没转化吧？”我说：“那个修炼是正确的。”我没有病，他说没转化就是精神病。几个人就把我压在一个床板上，其中一个人拿一个勺子把那个药放在那个药池里、羹池里，然后搅匀了以后，然后之后就是说捏着你的鼻子啊，然后喘不上气的时候就一下子灌进去。他にも収容所ではファルゴン学習者らに信念を捨てさせるため。様々な卑劣な手段が使われます。他们就把那个师傅的照片，放在地上，然后就把我抬起来，然后压着师傅的照片，踩着我的手，踩着我脚，踩着我的身子，我哪个地方要往起起，然后再去踩着哪个地方，然后就说就要转化，然后。他们就用了电棍，我不想面对这一切。其实我是不想面对他们对师傅的侮辱。天候を拒んだハンさんは、監禁期限をさらに3ヶ月延長され、精神が朦朧になるまで迫害を受けました。不明薬物の投与で胃や腎臓に異変が生じたため、怖くなった収容所側が家族を呼びつけ釈放。2007年にタイに渡り、その後、紆余曲折を経てアメリカに渡りました。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他欺负专制分子，政府与危险势力往返，大一家嘛。